リアクト編、前編に引き続き、こんにちは、クレアです。動画では代理として、私やシトラが進行していくわね。近接キャラの、打撃ルート各種に、HP 攻撃を合わせる解説シリーズも、一旦この作品で完成となります。ディシディアを上達する上では、必要な解説であったため、どうしてもまずは全近接キャラを撮影、検証する必要があったから。リフレッシュなどで差分が発生した場合でも、随時更新できるように、土台を作る必要があり、ようやく完成させることができました。今後はこれら3つの HP 動画をもとに、必要な差分があれば用意していくわね。さて、リアクトを連携で当てるコツは前編で説明したように、下から上に出すように、置いてあげると拾いやすいことは説明にあったはず。後編もそれは同じで、距離感も慣れればマスターも近いわね。多くの人は、この当て方が難しいと思っているでしょうし、少しでもそういう方の力になっていたら、嬉しいわ。私自身、いろいろ知れてよかったもの。それじゃあ、早速後編見ていきましょうか。後編はスコールからね。まずは地上 N ブレイブ三段止めに。ディレイをかけてもらいながら、もう一度、基本的にサンダーバレット主軸だけれど、本人も狙われるリスクがあるため、このルートも使われるわね。少し難易度が高い地上上ブレイブ三段止めに、浮いたところを逃さないように放り投げれると理想。そして主軸の下ブレイブから地上 N ブレイブ三段止め。まずはここを取れるようになりましょう。空中版の鉄板ルート、空中 N ブレイブ中に、距離感さえ覚えていれば猶予があるわ。ディレイをかけてもらっても、他のサーチとは違って、その距離感が大事だとわかるシーン。こればかりは、自分のいる距離と関わるから、たくさんチャレンジして覚えるしかないわ。空中上ブレイブ三段止めに、この場合は前編でもあったように、下から上に当てるイメージでね。空中下ブレイブから空中 N ブレイブ中に、心の準備がしやすく、残るは距離感ね。お次は時短。まずは地上 N ブレイブ2段止めに。地上上ブレイブの突進1段目に、コツは突進終わって、相手が浮いている時に出します。座標がずれるのよね。空中 N ブレイブ2段止めに、こちらも下から上に出すイメージで、追い打ち判定が緩くなった空中上ブレイブでは、リアクトの場合床に叩きつけるまでにリアクトを設置。こうするとすっぽり入ってくれるわ。現バージョンだと、ロックのように床バウンドしてから当てる、ということができないから、こうするしかないのよね。こちらは空中での主軸の一つ。空中下ブレイブ一段止めに、浮いたところ、猶予があるから落ち着いて出しましょう。盗む、ブンドルに対しては、スピレイのような行動制限ができなく、リアクトを置いても対してその後の影響が薄いことが分かったわ。お次はクジャネ。地上 N ブレイブ2段止めに、少しディレイをかけてもらうとギリギリなんとか。地上上ブレイブ1段止めに、リアクトではここもギリギリ。空中 N ブレイブ2段止めに、ディレイをかけてもらい、下から上に当てるイメージで、空中版はどれもそういう意識で大丈夫よ。少しでも反応が遅れると失敗するから注意ね。空中上ブレイブ1段止めに、こちらは当てやすく、空中から出しても間に合うわ。空中下ブレイブ1段止めに、
先ほどの逆で、こちらは地上から置いてあげないと拾えないわ。お次はチーター。地上ダッシュブレイブに弾止め。猶予は十分あるから、落ち着いて撃ちましょう。地上ダッシュへブレイブ1弾止め。スピレイではほぼ無理でした。リアクトでも間に合わず。空中ダッシュへブレイブ2弾止め。地上と同じく猶予があるから、落ち着いて撃ちましょう。こちらもよく見かけます。空中ダッシュしたブレイブ1弾止め。落下してくるところに置くイメージで。リアクトの最長射程でも届くわ。着地硬直のおかげね。お約束のクイックトリックに。リアクトの長押し距離が一番緊張するところだわ。お約束の失敗バージョン。本当に距離感だけの問題だから、長押し次第なのよ。お次はジェットね。まずは地上 N ブレイブに弾止めに。ここはクソね。対空やシュート相手に使える、地上へブレイブ1弾止め。落ちてくるところに合わせておきましょう。空中 N ブレイブに弾止め。ディレイがあると空中から、なければ地上から置くといい感じ。空中へブレイブ1弾止め。よくシュートの自衛技から突破するところを見かけるわ。ジェットキャンセルから空中 N ブレイブに弾止め。応用編だから、当て方は同じよ。例のフィンガーキャンセルから固め直しの小ネタ。ステップ方向依存になるため、ダメみたいね。お次はカムラナート。魔法剣に習得での地上 N ブレイブ1弾止め。意外と猶予があって間に合います。地上へブレイブの突進一段止めに、ユニークなのに打撃が重く、間に合うわ。魔法剣に習得の空中 N ブレイブ一段止めに、こちらは地上に置いておく形で取れます。着地硬直ね。高度限定と言ってもいいでしょう。では地上の魔法剣取得した状態で、地上 N ブレイブ一段長押し。さらに余裕があるわね。地上へブレイブ一段、長押しに。こちらも落ち着いて長押しで距離調整ね。空中 N ブレイブ一段止め、長押し。これだけ長く空中に浮いていたら、恐れずに空中から入れた方が早いわ。空中へブレイブ1弾止め、長押し。こちらも先ほどと同じ要領で大丈夫よ。お次は盤ね。まずは地上 N ブレイブ2弾止めに。盤は本当にシンプル。空中 N ブレイブ2弾止めに。下から上に出すように。お次はベイン。まずは地上 N ブレイブ2弾止めに。ヘビータイプだから猶予があるわ。2弾の派生で下ブレイブでの打ち上げ。スピレイでは取れて、リアクトではさすがに。空中 N ブレイブ2弾止めに。言わずもがな、下から上に出すイメージでね。お次はガブラス。まずはタイミングが少し難しいけれど、地上 N ブレイブ2弾止めに。地上へブレイブ1弾止め。落下するところに合わせて地上から撃ちましょう。空中 N ブレイブ2弾止め。地上と比べてわかりやすいわ。相手が下にいる場合の空中へブレイブ1弾止め。高度によるけれど、着地硬直狙いで合わせましょう。今度は相手が上にいる場合、他のタイプと違い、打撃が軽いから早めに用意するか、近場で置いてみましょう。空中ダッシュのブーメラン引き寄せ。ブーメランで締めだと感じたら、落下狙いで置いてみましょう。
。ちなみに空中リアクトでは取れなかったわ。地上から出すのが無難ね。そのブーメランから派生で空中 M ブレイブに弾止め。高度で地上か空中かあるけれど、こちらは拾いやすいわ。お次はライトニング。まずは地上 M ブレイブに弾止めに。浮いたところに合わせるといいわ。上ブレイブ1弾止め。タイミングがシビアだけど、浮いている時間が少し長いのでまだ可能な範囲ね。空中 M ブレイブに弾止めに。無理に空中から当てようとせず、落下に合わせておきましょう。中にはこんなのも、スピレイの回で触れましたが、空中上ブレイブ1弾止めで落とし、その落下と着地硬直にリアクトを投げると、小ネタだけれど、リアクトでも使えるみたいね。空中ダッシュブレイブから M ブレイブに弾止め、下から上に当てるようにすると当たりやすいわ。ビートダウンから入ると補正で取りやすくなるから、空中リアクトでも間に合うこともあるわ。お約束のシーンドライブ。何万回と練習してきただけに、よどみはないわ。それじゃあ、ブラスターに。地上 M ブレイブに弾止め。ファイヤーから当たる分、難易度は低めよ。エアロラから空中 M ブレイブに弾止めに。落下してくるところを地上から構えて出しましょう。ブリザラから、アタッカー空中上ブレイブ1弾で落とす。こんなやり方もあるわ。ライトニング本人にはリスクが抑えられるわね。続いてスノー。まずは地上 M ブレイブに弾止めに。ヘビーなのでここはあっさりと。地上上ブレイブ、1弾止め。意外と相手が浮くので、現実的なタイミングで狙えるわ。こちらは対空やシュート相手にも使える、地上下ブレイブ1弾止め。落ちてくるところを地上で構えましょう。空中 M ブレイブに弾止めに。ヘビータイプなら大抵空中からでも取れるわ。空中上ブレイブ1弾止めの突進に。そばで出すか、着地硬直狙いでもいいわ。お次はゼノス。まずは地上 M ブレイブに弾止めに。ノリノリね、ゼノス。地上上ブレイブ1弾止めに。ゼノスの打撃の高速力は恵まれていて、シンプルだからリアクトでも合わせやすいわ。はいはい、ノリノリなのは分かったから、空中 M ブレイブに弾止め。最大射程の空中からでも間に合うわ。空中上ブレイブ1弾止めに。2回切りかかるから、そこだけ注意ね。お次はノット。今では合わせやすくなったわね。地上 M ブレイブに弾止めに。地上上ブレイブ1弾止め。突進ね。突進は射撃系に突破できるからよく見かけるわ。ホーリーでは拾えた小ネタ。地上下ブレイブ1弾。リアクトでは、拾えたわね。空中 M ブレイブに弾止めに。中距離で下から上に出すように。空中上ブレイブ1弾止め。空中版はタイミングが難しいから、高度によっては地上から。シフトを使って接近、空中 M ブレイブに弾止め。ノット用の応用編、M ブレイブを待ってからでいいわ。ラムだね。まずは叫ぶ前の地上 M ブレイブ1弾。思ったよりも高速力があるわ。地上上ブレイブ1弾止め。こちらものけぞりが長く、リアクトでも間に合うわ。空中 M ブレイブ1弾。当てて落とすことになるので、地上から拾いましょう。空中上ブレイブ1弾。こちらは空中からでも間に合ったわ。
さて最後、叫ぶ仕様を。地上 Mブレイブ一段長押し。距離感だけ気をつけましょう。地上 Mブレイブ一段止め。本当に拘束力があって、逆に緊張するわね。空中 Mブレイブ一段止め。長押し。これだけ浮いてくれていたら、空中から取れるわ。空中ウェブレイブ一段止め。こちらも対空時間あるので空中から。おしまい。ホーリー編、スピレイ編、リアクト編、前編後編の合わせて6回。どうだったかしら。私や、撮影協力してくれた皆も徐々に慣れてきて。検証部分が増えたり、新しい発見があってそれを試したり、私自身他のタイプを使わないので、こういう場面に出すなど、近接のお話を聞けたりと、とっても有意義でした。前編でもお話しした通り、リアクトは自衛に特化する分、拾えることもできるようになったらさらに楽しくなるので、リアクトも使おうとしている方の、参考資料になったらいいなと。ホーリーもスピレイも含めてね。人に聞きづらいこと、聞けない環境にいたり、ヒントや情報を共有していくのに、こうして動画で発信することによって、多くの人が少しでも、解決してくれたら私はそれだけで作った甲斐があるわ。チャンネルコンセプトに沿って、参考になりそうなものを楽しむ以外にも、作るのが、目標にしていたのだから。こんな私も目標としている人がいて、ここまでマイペースに成長してきて、またそれを追うように、始めたての方や、下のランクで停滞している人が上手になって、おかげさまでランクが上がりましたや、前よりうまく動けて勝てるようになりましたを、動画コメントやツイッターで報告してもらえたりと、実際にゲーセンで声をかけてもらった時にも、そんなお声をいただいて、活動をしていてよかったなと。私自身も作りの成長もできているので、私からも改めて、見てくれている方、撮影を根気よく協力してくれた方、いつもありがとうございます。ひとまずこれで土台は作り上げることができたので、これからはサブンや新キャラが出た際の追加、連携で拾って勝ちにつながる楽しみ、ヒントなんかも、発信できるよう、無理せずマイペースに作っていくわね。応援してもらえると嬉しいわ。チャンネル登録もしてもらえると、多くの方に情報が共有できたり、今後の活動も広げられます。ツイッターもやっているのでそちらもぜひ。それじゃあ、そろそろ締めていきましょうか。ホーリー編、スピレイ編、リアクト編、前編後編。ご視聴本当にありがとうございました。アーケードや NT の方でもまたよろしくね。それでは、また会いましょう。